洋楽をまぜまぜしたものだったりポップスだったり、今日初めて聴く曲ばっかりだと思います。民謡ちなみに聴いたことあるっていう方、ありがとうございます日本の民謡って約実は5万曲あるって言われてるんですね。その中で、今民謡を洋楽と混ぜて、歌っております、あとはポップスは初めて聴く方が多いと思いますので、何か入ってくる言葉をぜひともキャッチしていただけたらなと思います。そして次の曲はですね、早速いきたいと思いますが。